今日のパートナーはこんにちは、真鍋香織です。私の横には太田秀明です。よろしくお願いします。そして初向かい髭男子山田です。よろしくお願いします。気温は 26.2 度、湿度は 55%。 心地いいね。心地いい。あ、来る途中なんだっけ、あの関谷館の横にイチョウがものすごいんですけどね、今あの横でもう、私はあの 5,6 分車を止めて何のためにですか。いやいや、あの車をイチョウをめでるっていうかね、めでる、めでるっていうね、よく伸びた、お前は偉いやつだとか褒めてあげて、イチョウを褒めて。イチョウはまだでもあれですよね、緑ですよね。なんで緑で何色だと思ってたの。緑が綺麗なんじゃないですか。イチョウ、あ、そっか、黄色の時が一番ね、秋だろ、秋そんなの。だいたいイチョウがフィーチャーされるので、やっぱ秋口やっていう感覚がある。大竹さんレベルの人間になると、やっぱりこの青々しいイチョウすらやっぱりめでる対象になるっていう勉強になりました、本当に。お前らめでないのイチョウ。めでないっす。夏はあんまりめでないですよね。夏にイチョウはめでないですよね。イチョウめでるだろうよ。イチョウは銀杏とかできてきたらちょっと、そういうね、やっぱりオプションがついてきてからね、ちょっと匂いするなとか、イチョウ並木わーっと並んでるところ一斉に青だったら結構やっぱ綺麗です。あ、そうか、そうですか。まあね、君たちとは俺は育ち違うからやっぱりね、全然育ち感じました。すいません。イチョウ並木ってまだあるんですか。ありますよ。はぁ、何言い出したんだお前。一応並木が最適だろ、一応はお前。最近見ないなと思ったら自分が言ってないだけでした。そうだ。で、秋口になるまで気づかないんじゃない。やっぱあの色にならないと、やっぱりイチョウだなってならないんじゃない。大竹さんレベルになると、青くてもあれイチョウじゃないかっつって5、6分止めちゃうっていう。あれってどこですか。絵画館だっつってんだろ。いや、そんな怒んなくてもいいでしょ。絵画館だっつってんだろ。そんな怒んな、真鍋ちゃん謝っても。大竹さんの話にちょっとイメージが湧いてなかった。まあどこだと両側にやっぱ考え込んでる。真鍋ちゃんが考え込んでる。神宮の脇の絵画館だよ。頭の中。絵画館ですよね。いや、分かって、絵画館分かってるんです、真鍋ちゃんも。あの辺の道のイメージはすごくあるんですけど、事務所がすごく近くって。じゃあ分かるじゃねえかよ。よくあの辺通るんですけど、ないんですよ。お前も俺ねえ女だなおい。いや、なんで事務所が近くで分かんないんだよ。大御所が言ってんだからありますねでいいでしょうよ。あるんですけど、あの辺本当にうろつくんですよ、事務所近いから。うろついてるんだろ、だって。うろついてるんですけど、イチョウはイチョウ並木がない。なんでねんだよだから。でもイチョウの時期は真っ黄色になるでしょ、あの辺り。いや、見当たらないです。見当たらないって。イチョウのなるじゃん。わかんない。イチョウが色づいて銀杏がなる頃にあったイチョウは覚えてる？それは覚えてる。覚えてます。そこだよ。そこなんでだから。そこ。なんかそれはどこにあるんだろうなっていう、なんか絵画館だ。腹立つなこの女。できるだけね、オープニングはみんなで楽しくキャッキャ言いながら進めたいのにね。あいとね。すみません。そんなことあったんですか。言いたいのに。血のりがあんまり。最初になんかでもなんかちょこっとなんかそのなんか俺の。